はいこんにちはドラッカーを教えてくれる人を生かす系なつの原則で最高業績を作り出す系コンサルタント村瀬康介です今回私がこれを収録しているのはですねまあ、コロナの緊急事態宣言の中なんですけどこういう厳しい逆境の時代こそ経営者は強いメンタルを持って日々の行動の効果性を高めていかなければなりません 経営が落ちていくくのののはは経経営営者者メンタル経営者の精神状態が落落ちちてていってしまいとともっますいかに日々のメンタルをきっちり軸を持ち行動の効果性を高めるかといったところでこのシリーズをお送りさせていただいてますが今回はですね経営者の精神精神として得たい結果得たい結果に精神を集中していきましょうということなんです人間の精神は想念人間の精神想念思ったことが 第第一ににに思ったことは第二に物質世界に実現されていきます別にこれ宗教の話なんですけどね第一に人間一番大事なのは人間というのは想念の力っていうのがあるんです思ったことを実現したり引き寄せていく力力と言います想念の力例えば皆さんがスポーツカー買いたいと思ったら街でスポーツカーばっか見えたり奥さんが妊娠して「 子供気になるなーって生まれてくる子供気になるなーってっちゃい子ばっかり見えたりしませんかこれ総年力って思ったものばっかり人間の目に入っていくるんです全てを見ることはできないですし思った情報が集約されて人間はより加速していくというのがこの総年力なんですですので得たい自分の結果ポジティブでプラスのエネルギー企業をこういうふうにしたい組織はこういうふうにしていきたいコロナなとこういうふうにしていきたい得たい結果に集中することで実際にその想念というのはそれにふさわしい環境であったり未来を引っ張ってくると。 これまだ証明されていない部分もありますけど、実際その情報、いい情報、得たい結果を放火することで、それを引っ張ってくるという力を、この総念力、人間の総念というのは、自動追尾システムのつ GPS のついたミサイルのようなものです。思ってる方向に行くんですよね。皆さんあの車の運転免許を取ったとき思い出していただきたいんですけど、こっちに壁があって危ないなと思ったら、こっちに曲がっていきませんでした。車に近づいて。それと一緒なんです。思ってる方向に人間は近づいていく。ですので、得たい結果にどこまで集中できるか。これを利用しているのは、オリンピックの人の。 オリンピックの金メダルを取る選手のあのメンタルトレーニングなんです。金メダルを取る選手というのは金メダルを取って表彰台に上がってコンガラチュレーションて言われてる瞬間ばっかり。そればっか想像するんですね。途中の経過の練習過程とか、そういったところは想像しないんです。メンタルトレーニングって得たい結果を集中的に想像することで、実際それに高いパフォーマンスが上がる。その状況は引き出されるっていうのがこれ解明されているんですね。 ででですのでこのでですののこ経全く一緒得たい結果、どのようにしたいのか、どのようになりたいのか、このウィズコロナ、アフターコロナの中、どのように躍進したいのか、否定的な情報、今、周りでいっぱい流れてますよね、2年ぐらいこのままなんじゃないかと、このまま景気上向かないんじゃないか、お客さん、どんどん去ってしまう、社員さんにお給料払えないんじゃないか、それに引っ張られてしまうと、実際、自分の得たい結果もそこに導かれる。得たい照準、ゴールドい3のあれですね。 ライフルと一緒で得たい照準をえ得たい結果に日々集中して1日に5分でも10分でいいのでそれを強くイメージしてください。です昔から成功した人はですね得たい結果に集中しうまくいくことはしか考える私は昔ヘンリー・フォードという人はうまくいくことしか考える時間なかったよと他のことなんて考えてる時間全くなかったそういう人は成功していってるんですね。 うまくいくことしか考えない得たい結果に集中そして否定的観念をそれによって締め出す自分の頭をプラス得たい結果で集中する人間というのはこ,この赤い色を見てください赤い色しか見えなくなる集中の力持つからそう集中の力持ちますからそうすると否定的観念を締め出すことができるんですね得たい結果にし集中し否定的観念を締め出すことでここからポイントです日々の行動の効果性を高めることあなたは今までの2倍3倍もカジマのクソ力じゃないですけども行動することができるそれによってより 高い経営的な経営を実現することができますしより高い成果より機械も見つけることが脅威じゃなくて機械も見つけることができますしね。ピーター・ドラッカリーダーは楽観的ではなくていいけない悲観的なリーダーは成功できないとドラッカも言いました。でですのでこのこ 段階でですねこの状況で我々がやるべきことは常に得たくない結果じゃなく得たい結果に意識を集中する意識はミサイルですそっちに導かれると心底強心的にもう狂って信じ抜きましょうことです得たい結果に集中しうまくいくことしか考え否定的観念を示すこれ歴史上多くの偉人であったりオリンピックの金メダリスト高いパフォーマンスを生んでいるスポーツ選手みんなに証明されてるこれ。 事実ななんんででででですすすすすののののの力力力とといっったたももがですねまだこれれ科学じゃ分析さては人間は持つんです人間間持つ一番の力なんです思いが強ければ一年穴を動かすじゃないですけどそちらにぴったりの環境を結びつけていくんです、ね、ですので得たい結果に集中するもう皆さん今得たい結果なんですがそれだけに集中していきましょうフォーカスしたところがあなたが実現するあなたを引き上げてくるあなたはそちらに自動追尾システムで向かうとしたらどうでしょう日々はどれだけ積極的で 自分の潜在力、自分の先生力が高まっていくでしょうか。得たい結果に集中して日々過ごす。得たい結果はそれに見合った状況を引き寄せる。この想念の力を信じいきましょうといったことです。得たい結果にフォーカスする。ぜひ、まず、今日からで結構ですね、5分でも10分でも常に状況、あの自分の集中しているものがずれたと思ったら得たい結果、得たい結果、得たい結果に集中してみてください。1週間、2週間、1ヶ月はあなたの得る状況、得る環境は大きく変わっているはずです。私はドラッカーを生かした。 このドラッカーの成功哲学を生かした経営者のパワーコーチング、企業研修、コンサルティングなどもやっておりますので、ぜひご興味あれば、今持つべきものは自分の考えだけじゃなくて、ご自身を励ましてくれたり、ご自身に違うパワーを与えてくれたり、違う観点から物事を見せてくれたりするようなメンターの存在です。ぜひですねそういうメンターを求められる方は、私、備考欄に私の会社の情報なども載っておりますので、ご興味ありましたら、ぜひご連絡お待ちしております。ぜひサポートさせていただきます。ご参考にしていただきましたら幸いです。 本日はご視聴どうもありがとうございました。